逆転裁判驚きセレクション第4話逆転を継ぐ者。以上がこの事件に関する事実のすべてです。世界観違くない？逆転裁判の世界観だいぶ違うよ。マトリックス始まったけど、まあ多分これが最終章になると思うんですよね。この逆転裁判4、驚きホースケのお話としてはね。いや、今回の事件を理解するためにはピー歌ぞ、この7年間に綴られた長い物語を知ることが必要でした。7年間。あ、これはでも一番最初の事件だよね。あのハゲチョロビンが撃たれた事件でしょ。何一つ無駄な要素はありません。全てはつながっているのです。そして今、あなた方はその物語の最終章に立ち会おうとしている。いや怖、この演出。なんかもうこの壊れている演出怖い。やだ、このなんかこの機材が壊れる感じ超怖いから。被告人が殺人の罪を負うべきか、それとも否か、決めるのはあなた方です。おや、久々に言いましたね、ガリュー先生。10月7日午前10時37分、なるほど、何でも事務所。ねえねえ、見て見て、驚きさん。テレビ、見抜き、今それどころじゃないっていうかね。見抜きの横姿、あんまり見ることはないんだけど、あ、でも法廷中によく見るか、この感じ。え、今それどころじゃないんだよ。なんか結構とんでもないプロローグ入ったぞ。うん。ちょっと今忙しいから。なんか大人と子供のやりとりだよ。あ、すごいんだ。やっぱりアルマジキ一座の最後の一人ですよね。あ、バラン。驚きくん忙しいって、アジムラが話聞くよ。もうちょっと見なさいよ。で、なんだよ。何したの？この前の事件のことを日記に書いてるのに。あ、日記は今度でいいかな。今書くことかな、それ。普通弁護士さん書くのは記録でしょ？なんで日記になるかな？しかももう3ヶ月も前なのに。いや、そうだよね。10月ってことは結構経ってるはずだけど。大長編だからね、俺の活躍ぶりをさ。活躍、うん、まあ確かにかっこよかったよ、前回の驚き方助は。かっこよかったんだけど、ポンコツな部分もたくさんあったよ。それこそさ、ガリュウケンジの前でさ、スイッチ隠そうってやってみたりしてたじゃん、お前。あの感動を真空パックしておきたいんだよな。腹立つ。今ラミダさんが消えた謎をかっこよく解き明かしてるとこ。え、まだ続くじゃん、それ。言ってもそれ、まあ2日目の法廷の前半じゃん。そう、それ、その時のステージを演出したバランさん、今テレビに出てるの見てよ。あ、テレビ出てんの？やれやれ、いいとこなんだけどな。バラン最近デパートの屋上でやってるって言ったけど、仕方ないか。みぬきちゃんのお父さんの弟でしたもんな。さあ、ここ県立国際日の丸コロシアムでは今、世界最大のマジックショーのリハーサル真っ最中です。日の丸コロシアムって前、ライブやってたとこじゃない？日の丸コロシアム。ああ、あの、ガリューウェーブの事件が起こった現場か。いよいよ、3日後。伝説の大魔術集団、アルマジキ一座の奇跡が7年ぶりに蘇るのです。ん？これアルマジキ一座ですか？なんか右見覚えあるけどな。楽しみだな。見抜き絶対見に行くんだ。驚きさんとパパも一緒だからね。アルマジキ一座の奇跡か。もし見抜きちゃんのお父さんが生きていれば、その奇跡を起こすのは彼だったんだよな。見抜きちゃんとチケットも手配しておいたんですよ。はい、驚きさんの分。高くない？ 7000？ あ、ま、どうなんだろう。あんまりこう、マジックショーとか行ったことないんだけど、でもあのガリューウェーブもやった舞台ってことは結構でかいとこなんだよね。7000か。7000出すかな。ガチャ。おお、いたいた、暇みたいだね。結構。これはなるほどくんか。
暇扱いしてくんの。ただいま。あ、パパ久しぶりだね。お帰りって言うんだよ。父親に久しぶりもどうかと思うけど。確かにしばらく会ってないよな。あ、そうなんだ。まだ忙しそうにしてるんですね。元気だったかい、みゆき。ほら、お土産だぞ。ギャー、プリンですよ、プリン。しかも牧場の、うわ、超美味しいやつじゃんか。3個あるけど全部食べていいんだよね、みぬきが。みぬき、一応まあ1個ずつじゃないか。なるほど、みぬき、驚き、ほうすけの3つだと思う。ああ、さすがに疲れたな。そういえばパパ、極秘任務とか言ってたっけ。ダメだよ、極秘もほどほどにしないと。はっはっは、ほんとだね。お前らこのやりとりずっと続けるけどさ。でもなんだろう、あんま突っ込んじゃいけない気もするんだよ。まだ教えてもらえないんですか、その極秘任務。なんか必要なことって言ってたけど。そうだな、そろそろ行っか。君にも関係ない話じゃないし。え、俺ですか。じゃあ極秘任務ですよ、驚きさん。なんかあれ、スパイみたいだよね。あ、じゃあスパイファミリーになっちゃう3人で。やれやれ、今度は何をやらされるんだ。はっはっは、実はね、今日はその話をしに帰ってきたんだよ。あ、そうなんですね。え、君たちも聞いたことはあるだろう、裁判員制度について。あ、そっか、この時に導入されたのか、裁判員制度って。あ、そう、なんか思い出してきた。私この逆転裁判をやって4をやった時にね、当時裁判員制度についてなんかレポート的なものを学校に提出した気がする。なんか興味のあるその自治ネタというかね、何でもいいから取り扱ってなんかこう調べてきなさいみたいな宿題が出されたんですよ。時に私これやった気がするぞ。裁判員、そうだ、噂の新しい裁判のシステムだよ。一般の方々から募って、でそのなんて言うんだろう、裁判を見ての一般の意見を取り入れるってやつですよね。聞いたことあります、驚きさん。え、どうだったかな、お前は知っておけ。絶対思ってる、お前は知っておけと思ってる。僕が思ってるほど話題になってないみたいだな。まあ正直そこまでこう興味の惹かれる話題ではないよな、裁判員か。でも言っても自分もなる可能性だってあるからね。話聞いていくか。まあ、裁判員制度、それこそ前回の法廷ではさ、誰が見てもこいつが犯人なのにって思ったけど、証拠がない証拠がないってずっと言われたじゃん、バカみたいに。それがなくなる制度なんですよ、言ったら。まあ一般の意見を取り入れられるから、もう少し柔らかい頭でいけるというかね。でもそれも結構重たい部分であるんだよね。一般の人たちがそれこそ殺、なんかまあ殺人現場を見たりとか、人の人生を有罪として決めていいのかっていう重さはあるから。で、なにパパ、裁判員って。そうだな、みぬき、陪審員はわかるかな。ああ、それあれでしょ、アメリカとかの裁判所に座ってて有罪とか無罪とか言う人たち。知ってる、驚きさん、ドラマで見たことあるよ。市民の中から12人選ばれるんだよ。うん、このシステムはね、大逆転裁判の方でこれできた気がする。イギリスを舞台にした、結構明治とか大正ぐらいなのかな、時代背景的には。これできた気がするわ。今度ね、この国にもその制度を導入しようという話が出てね、その新しいシステムの名前が裁判員というわけだ。もう裁判長さんの好きにはさせないぞっていうわけだ。そうだね、言ってしまうとそうかも。もうお前の好きにはさせないぞってわけですよ。いやいや、この制度はね、あくまでも裁判長に協力して、いろいろな角度から事件を検証するためにあるんだよ。確か6人でしたね、今回の裁判員の。草案書かな、草案書では草ではないよね。物知りだな、驚きさん。被告人の判決に直に影響するわけだからね。みんなも今まで以上に法廷を真面目に考えることになるだろうね。まあ、さっきからなんか教育番組のノリだね。わかりやすいよね、説明が。なるほど、博士みたいな。はっはー、なるほど、博士と助手のみぬきちゃんに、使えないマスコットの驚きくんという3人組だね。驚き放送が怒っていいよ、これ。失礼な。誰が使えないマスコットだよ。極秘任務。
じゃあそれについてやったってこと？それで極秘任務というの。この裁判員制度のことなんだけどね。この国では新しい考え方だからうまくいくかはわからないんだ。うん、まあそうだよね。うん、確かに。みんながみんな言いたいことだけ言ってたらまとまらないもんな。まあ今のツイッターとかね、SNS 見てたらわかるよね。まとまらねえよな、ほんとずっと。もう水かけ論というか。おとろきさんみたいに。俺そこまでわがままじゃないぞ。まあそういうわけで、とにかく一度やってみようってことになったんだよ。言ってみればテストだね。テスト。ある事件をサンプルにして実際に裁判員を6人選んで、その手配をね、僕がやることになったんだよ。あ、そうなんですか。結構、うん、すごい案件抱えてたんですね。どういうことですか。裁判員シミュレーション法廷委員会委員長ってやつだ。委員長だったの？お偉いじゃん。扱う事件から裁判員の候補、法廷の手配まで、理想的なチームになるように僕が選んで調整するんだ。へえ。あんまこういう言い方したくないけどさ、弁護士バッジ取られてそんなことできんの？すごい、なんか仕事してますって感じ。うん、ピアノを弾くより向いてるみたいだね。だろうな。もっと弁護士がなんか言ってるよ。その記念すべき裁判がいよいよ明日改定するんだよ。シミュレート裁判というわけだね。シミュレートで、どんな事件なんですか？明日のシミュレート裁判は、何も初めての試みだから分かりやすい事件を選んでみたい。本当に？じゃあ検事、アウチ検事にしてね。ガリュー検事とか呼ぶなよ。やっぱりお試しだったら気軽にできないとね。そうだよね。殺人事件なんだけど、重いって。初めてのテストの裁判、殺人事件はもう裁判員制度のみんな引くって。全然気軽じゃないじゃないですか。分かりやすいって言うと、被告人の人やっぱり、ああ有罪なんだ、どう見ても。うん、かなり分かりやすく有罪っぽいね。というわけでよろしく頼むよ、驚きくんですよね。多分僕がやるんですよね。僕に話があるって来ましたもんね。え、何がですか？決まってるだろ、弁護士役だよ、明日の。いやでも明日日記書く日だしね。驚き宏介忙しいっていうかね。最初に言ったろ、君にも関係があるって。いいじゃない、驚きさん、いいじゃない、いいじゃないじゃないじゃない、見抜き。たかだかお試し裁判の弁護士役なわけだし。え、それって実際に裁かれるんですか？言ってしまえばテストだからさ、まあ、有罪になったとしても別に罪を負うわけじゃないよとかあったりするんですか？でも実際判決は出るわけですよね。最悪の場合極刑もありえるね。死刑？やですよ、そんなの。ただ役がついてるだけじゃないですか。もう手配終わってるから変更は無理だよ。なるほど、龍一、社会人のほうれん草が全然できていない。改定は明日の10時だ。予定開けておいてくれよな。なんでもっと早く言ってくれなかったんですか。ああ、今朝になって変えたんだ。扱う事件今朝になって。え、夕べ起こった事件なんだけどね。あ、ほやほや事件なの？なんかそれも気になるんだけど、バランについて今聞いていいのかな。絶対今じゃないよな。ねえ驚きさん、極秘任務も気になるけど、こっちも気になるでしょ。アルマジキ一座大魔術師匠、これ言ってたっけ。え、あ、手品か。手品じゃない、あ、手品じゃない、まあ大魔術だよ、奇跡だよ、天変地異のなんだらかんだら言ってたな。この世の終わりか。世界の終わりな。うるさいね、3日も先の話じゃないか。県立国際日の丸コロシアム行きたい、今日行きたい、バランおじさんに会って挨拶しておきたいよ。え、今日ダメでしょ、だって今日は事件の調査するんだから。一人で行ってきなよ。え、ダメだよ、見抜き引っ込み事案だし、誰が物を言うてる、嘘つけ。いいんじゃないか、一緒に行ってくれば。でも極秘任務は、あ、いいよ別に、明日になれば嫌でも分かることだから。え、でも言ってしまえばバランのことも嫌でも3日後に分かるんですよ。なんだその意味ありげな微笑みは。わーい、じゃあ連れてってね、コロシアム。
やれやれ、指紋で顔出しておくか。最近なんかまあ、なんていうの、まあ、弁護士の業務もやってるよ、確かに、驚きくん。いかんせん、見抜きの保護者が一番でかいんだよな、役割として。あ、そうだ。あるまじきで思い出したよ。何この、怖い色。何これ、パパ。最速上。このシルクハット、あるまじき一座のマークだけど。そうだな。お誕生日のプレゼントだよ、見抜き。ありがとう、嬉しい。でも、誕生日なの？いや、見抜きの誕生日じゃないよ。違うって。多分どっちかって味村の誕生日に近いし。じゃあそうだな。今日は何の日だよ、驚きくん。え、今日ですか？いつってね、今日何？ 10 月7日ぐらいだっけ？あの、手塚国光の誕生日とかこの辺じゃなかったですか？確かプラスチックのゴミの日ですけど。じゃあ見抜き。そっちのプレゼントだ。わーい、プラスチックなんだね。意味がわかんないな、この親子。まあ、可愛いんだけどね。見てる分にはな。で、何ですか、これ。早速開けていい、パパ。ダメだ。え、プレゼントなのに？そう遠くない未来。必ずその封筒が必要になる時が来る。その時まで絶対開けちゃダメだ。え、何この意味深な封筒。じゃあその時にくれればいいのに。確かに。言っちまったよ。だよね。開けちゃダメっていうもん今渡すなよと思うな。あるまじきに関する封筒、ちょっと気になるな。で、シミュレート裁判だよね。今一番気になってるのはこれなんですけど。とにかく聞かせてくださいよ。その事件ってやつを。え、困ったな。聞きたいの、やっぱり。いや、聞きたいよ。そりゃそうですよ。弁護するんですよね。できればね。今回はテストということもあって、全員真っ白な状態で裁判を始めたかったんだけど、あ、情報なしでってこと。そんな状態で始まったら頭の中まで真っ白ですよ。誰が決めたんですか、そんなバカなこと。だから僕だよ。なんせほら、委員長だから。もう委員長バカ？仕方ないな。じゃあ特別に。事件が起こった現場を調べることだけは許可してあげるよ。現場か。え、その代わり、関係者の話を聞くのはダメだ。でもそれじゃあまともな弁護なんて。何度も言わせるなよ。今回の裁判についてはね、僕が全ての権限を持っているんだ。悪い顔しても。それ言われたらね、もう何も言い返せないっていうかね、権限に弱いからね、権力とか怖いもんね、驚きくん。そのせいで不当な判決になったらどうするんですか？あのね、驚きくん。すべての権限を持っているってことは、すべての責任を取るってことなんだよ。重っ。急な重っ。だそうだよね。まあ、例えばそれ、今回の被告人が有罪判決になって、まあ、最悪死刑とかね、極刑もあるって言ったけど、なっても、それはなるほどくんが全部責任を負うってことだもん。君は君にできることをすればいいよ。僕には、僕の考えがあるからね。わかりました。もうここまで言われると何も言えないよな。じゃあ、とりあえず、留置所に行ってみるんだね。あ、それはいいんすか？依頼人が待っているからね。現場のことはそこで聞けばいい。え、でも関係者から話を聞いちゃダメって。ああ。その依頼人なら構わないよ。もし、君が聞き出すことができるのなら。ね。またボルジニア人間じゃん。よし、とにかく行ってみましょうよ。これ調べてみたいんだよな。詳しく見る。開けてんじゃん、これ、見抜き。もう開けるか？これ何？誰かよ、これ。あ、ここに手書きのサインは。読めないな。わかんないな。わかんないな。読もうとしたけど無理だな。あの、見抜き思うんですけど、サインって所有者を明らかにするためのものだと思うんです。うん、そう思うよ。なのに読めないって矛盾感じます。そう？自分で自分のが分かればいいんじゃないかな。でもこうやって分かんなくなってんだ。手紙にぐらいちゃんと書けてもらう。
あ、なるほど。そういう考え方もありますね。いいの？それで見抜き。こう開けちゃ、開けちゃ、開け、開け、開けれないですね。開けれないですね。で、アルマジキバラマジックショー。いや、7000高いと思うんだよな。7000高くない？バラン、アルマジキ。あ、なんか書いてるね。準備はいいですか、驚きさん。準備って何の？決まってるじゃないですか。アルマジキ一座の大魔術ショーですよ。別に俺がステージに立つわけじゃないし、わかんないじゃんね。引っこ抜かれるかもしんないじゃん。何言ってるんですか、驚きさん。舞台の魔術師と一つになってこそ、心から楽しめるんですよ。驚きさんには見抜きの衣装のスペア貸しますから。本当に？あ、二人でその格好で行くの。まあ、楽しいかもしんないけどね。え、この服じゃダメなの？ダメです。きっぱりと言われた。いいんじゃない？二人でその格好をして出かけるっていうのも私は可愛いと思うけど。じゃあ移動するか。留置所行けって言ってたよね。同日某時刻、留置所面会室。いないか。気まずいね。まったくいつまで待たせるんで。もう20分も経つぞ。あ、20分待つの結構だな。ちょっと見抜き文句言ってみましょうか。やめな、見抜き。一応ここ留置所だからね。その文句言ってすいませんっていう感じじゃないと思うんだよ。クレームつけんな。あそこに知らんぷりで立ってるおじさんに。でもさ、こういうの大抵怒った次の瞬間に出てきたりして、気まずい思いすること多いんだよな。あるある。だからやめな。恥ずかしいから待ってよ。ラーメン屋の注文と一緒にしないでくださいよ。あの、おまわりさん。お願いした面会の人はまだですか？文句言いますよ。何言ってるんですか？面会ならもうとっくに始まってますよ。え？いるんだが絶対いなかったし、さっき。ギャーッ！一体いつからそこに。怖いって。その出方は怖いんだって。座りな。ずっとそこで見てたの？とにかく座ってください。座りな。なんでそんなとこいんだよ。この子がでも今回の依頼人っていうか被告人なわけでしょ。気まずいね。なんかものすごく緊張しますね。ね、文句言ってやりましょうかっていうの聞こえたもんね、絶対に。このサスペンスフルな空気、なんとかしないと。みゆきちゃんなんかやってよ、マジシャンだろ、プロの。パンツ出せ、パンツ。そうですね。じゃあ、それ結構大掛かりなんですね。おいしくんです。よろしく。久々に見た、それ。どうですか？帽子くんです。ギャー気絶しちゃいました。はい、見抜きのせい。全部見抜きのせい。パンツ芸の方が良かったかな。絶対パンツ芸の方がいいって。びっくりするっていきなりの帽子くんは。パンツ芸って言うな。すいません。ごめんなさい。なんかいろいろ迷惑かけてしまって。自己紹介。あ、俺、今度あなたの弁護をすることになって。ほんとこれもなんかの運命ですよね。もう偶然では片付けられないっていうかね。2個。あ、運命といえば俺、星占い得意なんですよ。何座ですか？あなた何座ですか？僕との相性を占っちゃおうかな。あの、見抜きののでよければ教えますけど、いいよ、見抜きのは。ごめん、勢いで言ってみただけなんだ。自分の運命を呪いたい気分ださ。何この気まずさ。え、名前は？え、でも教えてくれる名前ぐらい。その、お名前は？人に名前聞くときは自分から名乗るもんですよね。俺、驚き宝介です。ほら、見抜きも。マジムラです。あの、見抜きならなるほど見抜きですけど、お前に言ってるわけじゃねえんだよ。ごめん、知ってる。まあ、言ったな。全然、あ、まあ、確かになるほどと言ってたな。聞けるもんならって言ってたよな。事件について。あ、そうだ。事件のことを聞かせてもらえるかな。俺、弁護士だし。ゲーム実況者だし、はじむらも。最近なんか変わったことありませんでしたか？うんとも、すんともだな。あの、
この間外国の人に道を聞かれた時のことなんですけど、気を使うなミルキー、ごめんその話後にしてくれるかな。ミルキーかしいね、し俺自身が外国人になった気分だぞ。やれやれ、どうやらここにいても胸が切なくなるだけみたいだな。驚きさんはよくやったと思います。ありがとうミルキー。ん、何それ、手に見てください、驚きさん。マニキュアなんか塗ってますよ。あれ、マニキュアだったのか。ボトルなんだ。独特、100% 指折れる。くそ、明日のベングよりおしゃれの方が大事ってことか。行こっか、みぬきちゃん。何あの時間。あ、喋った!これ、読んでください。名刺?あ、どうも。女の子に呼び出された野球部のキャプテン気分なら、いや別にラブレターもらったわけじゃねえし、校舎の裏でラブレターなんかもらったりするのかな。何、驚きホースケにとって野球部は陽キャでモテてんの。甘酸っぱい顔してないで、カード見てください。これは名刺みたいだな。名前と住所が書いてあるよ。エッセイマコトかな。名前はエッセイマコト、エッセイマコトさんね。住所はドブロックスタジオと。おう、ドブロックね。一体これは、まあでも知りたい情報は得れたんじゃないの。名前と、まあ多分そこが現場になるんじゃない、そのドブロックが。どうやら面会は終わりみたいだね。現場なのかな、そのドブロックスタジオって。うん、そうだと思うけど、とにかく行ってみよっか。うん。気まずかったな、あの時間。ドブロックスタジオ。ほー。独特ね。独特よ。うん。でもなんか、絵を描いてんだね。なんかスケッチブックみたいなの持ってたもんね、あの誠さんも。同日某時刻、ドブロックスタジオ。ほー。ここはなんていうかアトリエみたいだな。そうですね、なんかこう芸術って感じがします。でもそれよりあの床のテープ、どうやらここが現場みたいだね。あそこに絵が並んでますよ。ダメだよ勝手に触っちゃ。大丈夫ですよ、見るだけですから。本当に言ってるか。うん、なんかね、全部絵のタッチが違いすぎるんだよね、なんか。あれ、驚きさん、ここ。まだ描きかけだったのかな?下絵の黒い線が見えるな。ああ、描きかけだったのかな?うん。でもなんか、ポケモンのアルセウスいつもあんな感じだよ。山の上なんかいつもああいう黒いもやかかってるよ。なんか時空の歪みが発生してんじゃないの、あそこ。それにしては、ここの下絵。他の部分と合いませんね。あ、まあ、言っても空の部分だもんね。ほんとだな。ちょっと気になるな。ああ、確かにここから見ると、なんか下絵っぽいな。ドブロックスタジオで入手。まだ描きかけらしく下絵が見えてる。なんか作風が全然違うんですね。一枚ごとに。そう、それ思ったんだよね。でもいろんなの描くタイプなのかな。あ、やっぱり来たね、あんたたち。あかねだ。人のことあんた呼ばわりすんの、あかねだ。あかねさん、お久しぶりです。そうかしらね。またあんたたちって思わなくもないけど。で、ここに来たっていうことはやっぱり、明日のシミュレーション裁判なんですけど、知ってますか?うん、聞いてるよ。なるほどさん、あんたを選んだんだね。俺たちどんな事件か全然知らないんですけど。まあ、殺されたのはね、このアトリエの主ね。主?おうおうおう。画家のエセドブロクさん。もう目がしょぼしょぼですね。なんか可愛い顔してんな、ドブロク。ドブロク。それで逮捕されたのが、一人娘の誠さんね。娘さんなんだ。ああ、今、留置所で会ってきました。なんかどちらかといえば、殺人者っていうより被害者体質に見えましたけど、思ってても言うな。まあ、そうね。ただ殺人の手口は毒殺だったからね。
か弱い女の子でもできたって考えられてるみたい。毒ですか。ま、なるほどさんから話を聞いてるからさ、ここなら好きなだけ調べてくれて構わないよ。いいの、私かりんとう食べてるし、いつも食ってんの。今回関係者の話を聞くことはできない。このゲームでどれだけ手がかりを見つけることができるか、それが鍵になりそうだな。まあそれこそ聞けることがない分ね、教えてくれるのかな、被害者のこと。あの、芸術家なんですか、エセドブロクさんでしたっけ。そうね、絵本の挿絵とか描いてたみたい。ああ、なるほど。まあだから桃太郎の絵みたいなのがあるんだよね。一番右にあるやつとかそうだけど。女の子のファンが多かったって。ドブロクのくせに。ドブロクのくせには絶対余計な一言。はあ、確かに綺麗ですね。あそこにある油絵なんか。実はあの油絵は挿絵ではないんだけどね。どれって言っても桃太郎のことだよね。油絵、多分は桃太郎だと思うんだけど。なんだ、歯切れが悪いんだ。何でも変わったおじさんでね、ドブロクさん。今まで誰にも顔を見せたことがなかったみたい。あ、そうなんだ。なんかミステリアスですね。ラミロワみたいなタイプ。誰にも。このアトリエにいつも閉じこもっていてね。外とのやりとりは、あそこにあるレターボックスでお手紙を使ってたんだって。手紙か。何ですか、驚きさん。手紙なんて珍しいなと思って。メールとかじゃダメなのかな。全然この時代もあるよ。最近は電子メールやインターネットを使うから。ドブロクさん、そういうのが嫌いだったみたいでね。ドブロクってそうやって書くんだ。かっこいいね。武士って書くんだね。外とのやりとりは全部郵便を使っていたの。それはなんとなく芸術家っぽいですね。そうかな。いやまあ古風な感じなんだろうね。レターボックス。そういうわけでこの部屋に入れたのは娘の誠さんだけだったの。だから毒殺だし、会えた人間が誠さんだけだから限りなく有罪に近いって思われてるのか。あの犯人の、犯人じゃないよ、犯人って言うなよ。実際この部屋から見つかった指紋はドブロクさんと誠さんのものだけなの。基本的には実は夕べね、初めてドブロク氏は記者の取材に応じたの。突然ね。え、人と会わなかったのに。そしてその取材の最中、事件は起こった。初めての取材。あの事件が起こったのと詳しく聞かせていただけませんか。何、そいつじゃねえので被告に誠さんか。誠さんでしたっけ。ドブロクさんの娘さんなんですか。そうよ、なんか小さい頃から体が弱くてね、ほとんど外に出たことがないみたい。そんな感じでしたね。確かに勉強はお父さんが教えていたみたい。そういえば留置所に連行する時も大変だったよ。外の世界に出たら死んじゃうとかなんとか大騒ぎ。あ、外に出るのは怖い子なのかな。ああ、それは大変でしたね。まあ最終的におまじないをしてもらって連行したんだけど。おまじない？え、なんかもう私おまじないといえばもう最近思い出すんだよな。テニプリのおまじないかけてもらったから。おまじないという名の呪いを。おまじない。彼女なりに勇気が出るおまじないがあるそうだ。前のおかしな依頼人ばっかりだな。そんな引っ込み思案な子がどうしてお父さんに毒を。確かに。さあね、私に聞かれてもな。その毒ですけど、やっぱりコーヒーに。正確にはちょっと違うんだけどね。後ろになんかマグカップみたいなのあるよね。ドブロックって書いてるやつ。どういうことだ。自分で調べろってことかな。で、事件当夜、なんか取材が来たんですよね。さっきも言ったけど、夕べ初めて外の人がこのアトリエに入った。謎の画家の素顔に迫るっていう記事だったみたいだけどね。よりによって最初の取材の晩に事件が起こった。え、でも普通に考えたらそいつが怪しいと思わないのかな。
午後9時。毎晩この時間、マクトさんはコーヒーを入れることになっていた。このコーヒーをドブロク氏が飲んだ瞬間、急に苦しみ出して。死んじゃったっていうわけですか。でも、わざわざ取材の夜に毒を入れるなんて、そうだよね。見つけてほしくてたまんねえじゃん、そんなの。ちょうど彼女がコーヒーを持ってきたとき、記者の人は部屋の奥の機械を見に行っていたそうなの。だから彼女には記者さんの姿が見えなかったみたい。いるとは思ってなかったの。その記者さんの通報で警察が駆けつけたってわけ。それにしても、どっちかといえば、怪しいのはその記者の方でしょう。だよね、そっちの方が怪しくない？なんで逮捕されてねえの？でも、記者さんはドブロクさんのコーヒーには近づかなかったし、誠さん本人もそれは認めてるわ。え？とにかくその記者って人の話聞いてみたいな。コーヒーには近づいてないって言ってんだ、その記者の人は。誠が結構あれだな。素直っちゃ素直なんだよな。調べる。まあ調べてっか、とりあえず。で、このポストでやり取りしてたんだね。部屋の中にレターボックスってなんか変な感じ。確かに。中は空っぽだね。アトリエの外にもそれと同じのがついてるの。ドブロクさんがそこに手紙を入れておくと、郵便局の人が持って行ってくれてたみたい。へぇー。便利っちゃ便利だな。偉かったんですね、ドブロクさん。偉かったで済ませていいのかな。まあ、一個ずつ絵を調べていくか。ドブロクさんね、もっと近くで見てみましょうよ。いいですよね、油絵って。こってりしてるっていうのかな。これなんか独特な、なんだよ、抽象的なイラストだもんね、どっちかっていうと。絵の具はすっかり乾いてるみたいだね。で、これがどっちかっていうとね、こう神秘的というか、まあ綺麗な描写には近いかな。それにしても見事にタッチがバラバラだぞ。やっぱり気になりますよね、ここ。あ、時空の歪みね。まだ描きかけだったのかな。下絵の黒い線が見えるの。それにしてはここの下絵、他の部分とは合いませんね。そうなんだよな、ちょっと気になる。覚えといた方がいいかもね。で、これが多分現場なんだよね。で、コーヒー飲んでて多分倒れたってことだもんな。驚きさん、死体の跡ですよ。被害者のドブロクさんはここで亡くなったの。コーヒーに口をつけてその直後に倒れた。床に絵の具がたくさん落ちてますね。そこに描きかけの絵があるでしょ。倒れる直前まで絵を描いていたんじゃないかしら。だから途中なのか。壮絶ですね。芸術家魂ってやつ。まあ何の根拠もない無責任な想像だけどね。まあこう絵描く人はね、大体このよく使うもんだからで、画材なんてこの辺ほっぽり出してるだろうしな。で、これだよね、調べてみろって言ったのは。ああ、それ被害者のコーヒーカップね。青くない？なんか。あ、わかった、この中に毒が入っていたんですね。目抜き初めて見ました。毒入りコーヒー絶対飲むなよ。とかあんま触んないでほしいな。人生で何度も目にするものじゃないけどな。他ね、多分この青いのってあれじゃないの。なんか毒物が反応してんじゃねえの。毒入りコーヒーか。実はちょっと微妙なの。どういうことですか？このコーヒーの中からは毒は検出されなかったの。え？その先のことは自分で調べて。私にも立場ってもんがあるんだからさ。多分あの青いのが多分化学反応みたいなのを起こしてるんだと思うけど、ちょっと調べてみようか。自分で調べてって言ってたし。多分これだよね。決してドブロクのなんていうの、ベロが青かったとかそういうわけではないと思うの。あ、ここなんか体に悪そうなシミがありますね。きっとこれが噂のブルーマウンテンなんですね。あ、そうなの、これブルーマウンテンだったの。でもエメラルドマウンテンも一緒になるよ、こうなると。きっとここまで青いってことはないと思うよ。このシミはおそらく茜さんに聞いてみるか。まあ多分そういうことだよね。これドブロクって書いてるね、ひらがなで。ダセーな。これはまた茜さんに聞くとして、一旦他を。こっちのコーヒーは
こっちはお客さん用のコーヒーカップね。お客さん、うん、え、でもだとすると誠さんもお客さんいるってこと知ってんじゃねえの。検察はコーヒーカップの調査はしたんですか。そのカップから毒物は全く検出されなかったわ。犯人の登録紙だけを狙ったってことか。うん、まあよくコナンでも見るよね。毒物がこう入ってるわけじゃなくて、この縁についてたとか持つとこについてたとかあるもんね。ここにも絵あるけど、あれ、こんなところに絵が隠してありますよ。隠しきれてないけどね。ほんとだ、なんかあれ見られちゃ困る絵なのかも。嬉しそうだな。なんかもう見てくれと言わんばかりの絵だけどね、あんなとこ。ん、なんだ、普通の絵じゃない。え、でも時空の歪みがない桃太郎だよこれ。アルセウスが怒らなかった時の桃太郎じゃん、こんな。何怒ってんだよ。なんで同じ絵があるの。どうしたんですか、驚きさん。この絵どう見ても、うん、誰かの意見聞いてみたいな。大きな桃が描かれてる。全く同じイラストが2枚。でこっちも多分調べれるんですよね。うわーすごいな。こっちなんなん結局。あんまり画家っぽくないんだけど、アトリエっぽくないね。見て驚きさん、すごい種類の絵の具です。あ、絵の具なんだあれ。赤だけで20種類ぐらいあります。アンミカか。もう200種類あるから。でも白も白いっぱいあるんだろあそこ。夏子驚きさんのスーツ塗り替えましょうよ。緑色に。なぜ。そういう意外性いらないよ。可愛い。やりとりはずっと可愛い。このたくさんの機械何に使うものなんですか。あんまり芸術っぽくないんですけど。旋盤からレーザー加工機まで、金属から木材までかなり精密な加工ができる設備が整ってるわね。へえ、ちょっと古いタイプだけど、絵描きさんには必要なさそうな代物ですね。そうだね。埃の溜まり具合から見て、ここ数年使ってないみたいだけど、アトリエの中でこの一角だけは異質な感じがするな。何を作ってたのこれ。あ、ちょっとこれお借りしていいですか。え、100円玉を真っ二つにしてトリックコイン作りたいんです。やめな、見抜き。刑事さんの前でとんでもないこと言うで。あんまお金そういうことしちゃダメなんだって。マジで怒られるぞ。じゃあお店で買うと5000円もするのにな。パパにねだりな。今そういうことでね、極秘任務やってんだからでかい給料は入るでしょ。これも絵を描くための机なんですか、驚きさん。なんか成形図みたいな感じだけどね、多分。それ製図用の机だね。製図？簡単に言うと正確な図面を描くためのものね。うん。へえ、画家の人も大変ですね。まあ必要、建築とかではよく見るけどね、このタイプのやつ。あんまりこう画家の人は必要ないんだよ。絵を描くのに製図は関係ないと思うけどな。何してんの、ドブロック。副業してたんじゃん。でもパソコンあるんだ。なのに手紙でのやり取りしてたんだ。この机もう少しそばに寄ってみよう。この可愛い写真ある、これ。これちっちゃい頃の誠ちゃん。これはドブロクさんなのかな。まあドブロクはドブロクなんだけど、毛量の差がえぐい左右で。このちっちゃな女の子は誠さんですね。若い頃の写真ね。仲の良い親子だったみたい。そんなこと言って娘さん逮捕したくせに。ぐもう両親をどんどんつついてきますよ。私個人としてはちょっと反対したんだから。科学的にもあんまり怪しい感じしなかったし。あかね的にはそんなに疑ってはないんだ。やれやれ。こっちは何、このちっちゃいの。あ、かわいい。ちっちゃな額がありますよ。あ、これかわいいね。何出るかわかんないけど。ちっちゃすぎるね。3センチぐらいの写真しか入らない。自分の証明写真じゃん。そういえば何も入ってませんね、この額。ガラスが外れたまま机の上に置いてあるの。お。驚きさんも買うときはよくサイズを確かめるんですよ。でもかわいい。自分の証明写真入れてね。ここに飾っとくのかわいいと思うけど。これはひょっとして日記かな？え、それすごい手がかりかも。早速読んでみましょう。
いいの、人の日記読んで。どうですか、驚きさん。ひょっとして犯人の名前書かれてるとか。新品だよ。一行も書かれてない。嘘。一日目から挫折したの、ドブロク。気を持たせないでください。日記一日目で諦めることあるんだよ。一日目なんてウキウキで書くと思うけど。驚きさん、この羽みたいなの何ですか？ペンでしょ。ハリーポッターでよく使ってんじゃん。ペンじゃないかな。羽がついてるわけだし。でもペンの先っぽありませんよ、これ。それ机のゴミを払うための羽でしょ。あ、そうなの？さすが茜さん、物知りですね。まあね、操作は大胆かつ科学的によ。今のどの辺が大胆かつ科学的だったんだ。ただお掃除マニアだっただけじゃんか、これね。よく見るけど、アジムラ使ったことないわ。この人形のポーズ、これはどう見ても意義あり。あれ、なんかどっかで見たことあると思ったら、驚きさんじゃないですか、法廷で調子に乗ってる時の。え、嘘、ミルキあの時調子乗ってんなと思ってたの。一番かっこいいシーンじゃん。俺あれでも真面目にやってるぞ。え、なんだって逆転するぞっていうかっこいい時じゃん。勝手に文字がポコ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 どん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 スキップしていく時。偶然かな、このポーズは。え、意義ありでしょ。意義ありっていう時じゃん。あ、これなんかある。怖、赤封筒。この封筒、一度開封した跡があるね。あ、知ってますよ、それ。メカンの蒸気を口のとこにシューって当てると、ペロンと開いちゃうんですよね。糊が溶けて。あ、そうなんだ。そこまでデリケートなもんじゃないよ、これは。本当は適当に破いて適当に剥がしてあります。まあ、大体そうだな。あれ？この封筒の消印、もう7年も前のものですね。こんな真っ赤な封筒のやつが7年も置いてあるの怖いんだけど、一刻も早く捨てたいんだけど、こんなもん。一度開いてもう一度封印した手紙。ちょっと気になるな。中身見れないの。赤い封筒のデータをファイル化。被害者の机の引き出しから発見。一度封を開き、再び閉じたようだ。もうそれはなんでなんだろうね。あとはでも調べれるもんはないか。大体全部調べ尽くしたかな。あとはね、ちょいちょい発見したものに関してそれぞれ話を聞いていくっていう感じでいいと思うんだけど、この辺も特にか。うん、ちょっと話聞いていくか。お、科学操作出てますね。ここはちょっとあかねさんの力を借りたいとこだな。あかねさん、歌ってると弱いからそこを忘れないでくださいね。ちっちゃい子にこんな言われ方して。なあに、さっきからこそこそとあかねがちょろいって話。あの、俺思うんですけど、やっぱりあかねさんっての俺たちなんですよね。その科学的に。お、気づいちゃって、やっぱりそこに。あかねちょろすぎ、かわいい。やっぱり科学なんですよね、これからは。もうしょうがないな、今回だけだよ。じゃあ怪しいもの見つけたらとりあえず見せてごらん。かわいい、あかね。マジちょろくて助かる。科学的にって言って、まあこれだよな多分。これを、うん、ここの青いシミのとこ気になるから。すいません、あの、あかねさん、このカップなんですけど、ここカップの縁に青白い跡ありますよね。え、あー、それね、噂なんだけど、ブルーマウンテンっていうコーヒーあるらしいよ。やめな、見抜きと同じこと言うの。きっとここまで青いってことがないと思いますよ。デジャブ。うん、分かったわよ。それはね、私の化学薬品の跡。出た、あかねさんの趣味、化学操作。趣味はないでしょう。やっぱり今回もあかねさん、化学操作してたんですね。見せな。このスプレーを吹きつけると、毒物に反応して青く変色するの。あ、これシュッてするだけでいいんですか？ということは、被害者を殺害した毒は、そう、毒はコーヒーに入っていたわけじゃなかったの。こうしてカップの縁に塗ってあったみたいね。縁か。やっぱり科学はすごいんですね。科学操作か。お金さんの力借りられないから。とりあえず褒めてみたらどうですか？褒めました、さっき。女の人、褒められて嫌な気はしないって言うし。確かに。
とにかく話を聞いてみるか。まあ、男女関係なく人はもう褒められると弱いですからね。あの、毒性検査なんですけど、はは、気になる。やっぱり。これね、アトロキニーネを検出する試薬なわけ。アトロキニーネ。アトロ。やだな。被害者の遺体から検出された猛毒じゃない。言っていいんすか、それ。あかねさん、生き生きしてきた。危険や。でもチャンスや。毒性は超猛烈なんだけど、体内の吸収は意外にゆっくり。呼吸器系の影響が現れるのは、服毒から最低15分はかかるわ。即死じゃないんだ。ゆっくりゆっくりこういく感じ。怖いね、それ。それにね、聞いてくれる？最新の研究では、いやいや、専門的なことはいいですから。わかった。このスプレーを吹きつければ、そう。どんなにかすかな痕跡でも見つけちゃうわけ。これ部屋中に振りまいてきていいですか？リセッシュのように。ねえ、あかねさん、それ見抜きもやってみたい。いいよ、ほら。まあ、怪しいところはもう私が調べちゃったけどね。やった。じゃあ、驚きさんやってみますね。え？いやバカ。見抜きバカ。何するんだよ。今、驚き大助にかけたってこと？マジでふざけんな。いや、ほら、驚きさんに反応しないかなって。え、でも毒物確かめるんだよね、見抜きこれ。人毒物扱いするな。だって驚きさんあれ、毒舌だし、優しいと思うぞ、驚き宝介は。とにかく調べてみるか。いや、これ、この辺じゃシュッシュしていって、あ、ほんまに部屋中にファブリス。いい匂いのファブリス。でもここには多分出るってことだもんね。ここは、でもここ、あ、でもここはもういいのか。この辺ゲーって吐いた跡とかないわけ。全然出ねえ。もうそろそろ茜に怒られる雰囲気かもしんない。もういい加減にしてくださいって言われるんじゃん。もう怪しいところにもかけ続けていくでいいのかな。全然出ねえ。この辺。茜そろそろ怒るんじゃん。でいい加減にしてって言いそうじゃない。それ私のファブリーズ。私のファブリーズ使いすぎなんだけどって言われるんじゃない。この辺とか怪しいけどね、机の上とか。うん、ちょっと。全然出ない。毒の痕跡ないんですけど。でも本当にここに出たぐらいだったの。出ない。残念。なかったですね、毒の反応。いや、マジで怒られていいと思う。まあ、茜さんが散々調べた後だからね。いや、ちょっと待てよ。どうしました、驚きさん。あそこの小さな机の上、ちゃんと調べられた。やっぱ怪しいよね、あそこ。ちょっと遠いですからね。ざっとやっただけです。それはもうファブリーズなのよ。念のため、調べてみよっか。近くに来たら何か起こるってこと？ってこと、これさ、だって中身入ってないって言ってたじゃん。ほら、青いもの。ほら、青くなってきたもの。で、キャー！反応しました。え？どこ？どこよ？ほら、この、かわいい額の中です。いやー、やるねー。やっぱり見抜きちゃんだよ。いや、驚き宝介がやったんですけど。えへ、見抜き魔術師だし。見つけたの俺なんだけどな。縦横5センチほどの額。猛毒アトロキニーネの毒性反応を確認。いや、でもどうなんだろう。これに何が入ってたかよね。なんで額の中なんかに毒の反応が。額。他に毒物の反応はないみたい。あ、これはまだ話せないか。でも結局さっきのが、うん、なぜここにって思うよね。ちっちゃいしね、すごく。じゃあこれ見てくださいよ。茜さん、これ見てほしいんですけど。あのね、私ほら、刑事さんなわけ。何でもかんでも当てずっぽうに聞かれても困るの。もう少し自主性を育んでほしいな、お姉さんとしては。なんで怒られたんですか？お姉さんぶられてしもた。これは、エセドブロク割ってたもんね。
東京都多摩市って書いてるじゃん。結構地味に見えそうな住所だったな。ゴルドキさん、ここほら、一度剥がした跡があります。確かにな。何度か中身見られないかな。こっそり開けて元に戻しておきましょうか。いいんじゃない、もう。さすがにまずいだろ。こういう時頼りになるのは、あかねさんですね。じゃあ頼んでみましょう。お、あかねこれ。あかねで開けてもらっていい、これ。あかねさん、これなんですけど。あー、それね。真っ赤な封筒よね、何かと。なんだろうって。お前が開けたんちゃう、これ。これって言って開けた後ありますよね。開けたな、お前。秘密。開けたな、あかね。秘密、予想外の答えだな。それって知ってるってことですか？この封筒の中身。まあ、読んだからね、私は。え、読んだの？開けてんや。あ、これ開封した後ありますけど、あかねさんが？私ならもっと上手に蒸気当てるよ。こっそり見たのは間違いないみたいだな。行こう。ふふん。私にはね、協力的な武器があるから。言いたそう。武器。私だってね、メカを使えるのよ、メカ。何このでかいやつ。なんとかならないかな、あれ。とりあえず褒めてみたらどうですか。女の人褒められて嫌な気がずっとそれじゃ褒めてるってずっと。とにかく話聞いてみるか。さっき見つけた封筒の中身なんですけど、あかねさんのメカでなんとかならないかな、なんて。おほー、気になる、やっぱり。ほら、これね。X 線解説装置って言うんだけど、ほう。X 線って言うと、レントゲン写真のあれですか。そんなん持ち歩いてんの、あかね。そう、私が名付けたんだけどね。え？いや、ほんとはもっと難しい名前なんだけど。覚えられないじゃない？覚えてやれよ、科学が好きなら。要するに、透けて見えるわけですね。封筒の中身が、あ、スケスケだぜってこと？そう、さすがみぬきちゃん。嫌いじゃないな、そういう大雑把なとこ。実は私もこいつの機能、科学的によく分かってなくて。ねえ、あかねさん、それみぬきもやってみたい。しょうがないな。ほら。まあ、もう、だいたい調べちゃったけどね。やった。じゃあ、驚きさん、やってみますね。え、どういうと？驚きは、うわぁ！バカみぬき。びっくりした。驚きさん、やってみますねって何言ってんだろう、この子って思っちゃった、本当に。みぬき、バカ。何するんだよ。いや、ほら、驚きさん見てみようかなって。人に体に悪そうな光線当てんだ。だって、驚きさんあれ、腹黒だし、早くそういう、本当に。とにかく調べてみるか。それじゃあね、まずサンプルは、そうだな。このおみくじにしてみよっか。おみくじ。スキャニング、スキャニング。サンプルをこうやってメカにセットすると、何も映りませんよ。ま、慌てないで。画面の右側を見て、これが封筒の断面図なの。うん。断面図。今ちょうど封筒の外側の断面が表示されてるわけ。そうだな。実際やってみた方が早いね。ちょっとそこのつまみを。あ、もう R スティックで回してくれるから。お、ちょりちょりちょり。私何もしてないけどね、今。まあ、こう、どんどん断面を深掘りしていってるね。そうそう。そうやってスキャンする厚みを調節するわけ。あ、なんか出た。ね。中のお札に書かれた文字が、こうして表示されるわけ。すごいでしょ。でも全然読めませんよ。もっとつまみ回してみて。あ、でも何もしてない。勝手に回してる。つまりね、ほら、紙切れ一枚でも。大きく大きく拡大すると、ほんの少し波打ってるわけ。そうなんですか。まあ、印刷の跡とかね、それこそ手書きの跡とかでも全然こう、紙の凸凹あるわな。この X 線をね、0.05 ミクロンの光線で資材を分析するから、その厚さの断面に書かれたものしか表示しないの。よくわかりませんけど、埋めなきゃ意味ないじゃないですか。そこで次のステップよ。この映像ちょっと擦ってみてくれるかな。擦る。
で、押しながら L スティックでさ、あ、やったな。なんかこう、DS 時代にもこれね、こうスティックとか指でこすってた気がするわ。何あいあい言ってんの。あい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 。そう。これでこの映像スクリーンに固定されたわ。じゃあ、つまみを少し回して、うん。はい。じゃあ、またこの映像こすって固定させてみよっか。なるほど。あ、わかった。こうやって、少しずつずらして塗りつぶせばいいんですね。そう、さすが。なるほどね。じゃあ、もう少しやってみましょうよ。はい。この、あいあい、あいあいいな。あい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 。で、回して、出てきたら、また、あい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 。あ、でも、おみくじって見えてきたな。末吉だわ。戻っちゃう。こうか。新しいのを出していく。あ、出た出た。あい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 。なるほどね。まあ、どん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 。まあ、レイヤーを重ねていくって感じかな。絵描く人ならなんとなくわかると思うけど。いろんなレイヤーを重ねていって、一つのイラストを完成させるっていう仕組みでいいと思うんだよな。じゃあ、プリントアウトするわね。うん。なるほど。しっかり見えるね。これだったら。微妙な運勢でしたね。そこじゃねえんだわ。別に驚き宝助が引いたわけじゃねえし。金さんの占いだからな。俺たちには関係ないってことで。いいんだよ。このメカが秘めたパワー、わかったでしょ？さあ、じゃあ、いよいよ本番行ってみる？そっか、これで見れるんだ。え、なんか怖くなってきたな。この封筒の中に見るの。こんな色のついたさ、封筒を見ていいのかなって思わない？なんか、変な請求来てそうじゃないか。支払いが滞っておりますみたいな来そうじゃない？あ、なんか書いてるな。普通に手紙なのか？うわ、怖っ、こんな見るの。あ、でも、ドブロク様って書いてるな。こう、あ、こっちか。あ、いいね。混乱したエッセイドブロク様。これなんか代金、例の代金1000万って書いてない。怖いんだって、こういう封筒見るの。エッセイドブロク様、例の代金1000万。指定の口座に振り込み完了？え？じゃあ、プリントアウトするわね。入金の確認後、領収の証拠を郵送していただきたい。1000万円を振り込みですか。しかも、ドブロクに振り込まれたってこと？ドブロクさんの絵、いいお値段で売れたみたいですね。封筒の中にはもう一枚入ってるけど、どうする？読むし。あ、もちろんやります。気になるじゃないですか。じゃあ、2枚目、行くわよ。2枚目もあるんだ。すごいな、これ。いや、怖くなってきたね。人の、お手紙まで見れちゃうんですね、こんなの。でも、ドブロクに1000万が振り込まれたってことだよね。でも、何年か前の封筒って言ってたし、それがずっと残ってるとも言ってたよな。で、書類にサインして、必ず、同封の封筒に、切手を貼り、3日以内に返送すること。断るまでもなく、公害のよう。じゃあ、プリントアウトするわね。うん。1回のに返送すること。結局、絵の代金についてのお手紙でしたね。うん。まあ、受け取った確認をしてくださいってことだったもんね。で、なおかつ、メールとかやってないから、手紙で返送してくれって話だったよね。それにしたら随分緊張をはらんだ文面だな。それに、何ですか？どうしてこの一通だけが残されていたのかな？記念だったんじゃない？1000万で売れたぜみたいな。7年も前のものなのに。なんか特別なものなのかな、これ。ねえ、あかねさん。さあね。さあねじゃなくて。あかね？あかねさん、なんか知ってるみたいで、知ってんだったら言え。俺たちに話してくれる様子はないか。言わないか。ところで、あかねさん、教えてもらえますか？事件当夜、取材に来ていた記者というのは？
ああ、私に聞かれても困るけど、明日の裁判の証人になるみたいな。いえ、それは先に口止めしとくから。やっぱり。名前、なんだっけ？顔は一生忘れないんだけど。ああ、そうそう。歯磨きさん。歯磨き？何そのアンパンマン出てきそうな名前。一人で特ダネを売って、マスコミに売り込むんだってさ。今まで誰にも会おうとしなかった画家が、突然知らない記者の取材を引き受けて、その夜殺害された。しかも歯磨きに会おうと思ったの、ドブロック。ものすごく怪しいですね、その取材。歯磨き？まあ確かに気になるわよね。その記者の人に話聞きたいんですけど、その名刺もらっていい？もうね、確か今日も取材だって言ってたよ。なんとかいう手品師さんのショーだったかな。バラン！手品師？まさか。もしかして、アルマジキバランとか？ああ、そうそう、そんな感じ。今度でかいショーするみたいね。やれやれ、アルマジキバランか。どうやら情報を集めざるを得なくなっちまったな。行くしかないんだ、じゃあ、バランのとこ。よかったらこの名刺あげるわ。あ、本当に？フリージャーナリスト、歯磨き翔太郎と書いてある。なんか名前からしてちょっと怪しいんですけど、こいつはこいつがやったんじゃないかって思ってるんだけどね。なんか聞けるもん。この絵とかを見つけたのかな、金は。金さん、この絵なんですけど。それ、どうかした？どうかしたじゃないでしょ。え、何ですか、驚きさん。いいかい、この絵。よく見てくれよ。そしてもう一枚。ドブロクさんが描きかけていた3枚目の絵だ。同じ絵だ。やれやれ、やっぱり見つかっちゃったか。どうやら、こっちの絵を見て、そっくりの絵を描いてたみたい、ドブロクさん。パクってたってこと？え、でも、じゃあこっちの絵誰の？え、どっちもドブロクってこと？え、上手なんですね。複製してたってことなのか。そっくりの絵か。え、なんでそっくりな絵を描いてんの？そっくりな絵。言えよ、そっくりな絵。これ何なのって聞け。これは？これ突きつけられたりするのかな？こっちの途中の絵。金さん、この絵なんですけど。あ、それ上手よね、さすがに。いやいや、そういうことじゃなくて、その絵を調べたいってこと？でもね、ちゃんとした理由がないなら、断るしかないわね、お姉さんとしては。ずっとケチケチケチ調べてから聞けってことか。ケチじゃん。え、ケチじゃん。え、ちゃんとした理由がないと、わかんない。一回もう、じゃあ、いいし。もうバラのとこ行くし。あかりなんてしない。バラのとこ行くし。ドイツ法治国、県立国際日の丸殺し屋。あー、でも変わってんの。めっちゃアルマジキ一色になってんね。わー、夢と魔法のステージですね、まさに。ほんのちょっと前までは悪夢と無法のステージだったのに、言い方。さっさ、早く挨拶に行きましょうよ、バランさんに。やれやれ、事件のことが気になる。あーはーはー、あーはー、あー、この究極の営業スマイルや。わざとらしいんだよな、こいつ。これはこれは見抜き上。また会えるとアルマジキ幸せ。キャバランさん、お元気でしたか。見抜きまえて嬉しいです。それはそうでしょう。瞬きもせずに行ったら腹立つこいつ。それで見抜き嬢、今日はどうされたかな。バランへの花束はステージの幕が降りてからの2人の呪文。今日はお祝いのご挨拶に来たんです。大松賞の開演おめでとうございます。なーに、バランとしては皆様にお祝いを申し上げたい。奇跡のショーを見ることのできる幸運の大衆の皆様にね。あ、でも人気だよな。結構人集まってるしね。やれやれ、アルマジキ天才の記述がこのバランの手によってよみがえる。まさにアルマジキすごいね。なんか噴水みたいなところも鼻でいっぱいになってるもんね。大魔術ショー、ものすごい人気なんだよ今回の大魔術ショー。もうテレビでやってたぐらいだもんね。
アルマチキ一座の奇跡が7年ぶりによみがえるんですからね。でもその割には全然なんかね、屋上でやってたって言ってたもんな。よくわかんないんだよな。見ぬ記事をあなたには申し訳ない。本来ならばこの賞はあなたの父上が行うべきだった。パパ、ああ、なんだっけ、アルマジキザックだったっけ。兄弟子、アルマジキザック。あのような事件がなければ。もういいんです、パパのことは。あなたの父上は偉大な魔術師だった。彼が生きていればこのバラン喜んで彼の助手としてステージに立っていたでしょう。なるほど。バランさん、ありがとう。でも見抜き嬉しいんです。お師匠さんの魔術がまた見られるんですから。見抜きも優しいよな。本当はお父さんがしたであろう魔術をこのバランがやってるってことだもんな。みぬきちゃん本当に嬉しそうだな。好きなんだね、やっぱり大魔術っていうものが。で、アルマジキ天才か。我が師匠アルマジキ天才こそまさに魔術の創造神。彼が生み出した魔術はいつも我々の想像を超えていた。みぬきまだ小さかったけど一生忘れません。天才師匠が乗ったスポーツカーが客席の遥か上空を走り回って超音速で宇宙へ消えていったあの日のこと。消えてたね。思い出に多少の演出が入ってるみたいだな。まあ、ちっちゃい頃に見たって言ってるしな。多分違う記憶も織り交ざってんだろうな。この7年間全世界が奇跡の復活を熱望していた。アルマジキ一座、その王位を受け継ぐ者として、その期待に応えることは神より与えられた使命に等しい。何かな、名もなき大衆を代表する名もなき青年よ。うるせえんだけど、名もなき名もなき。そんなに世界が待っていたのなら、どうして7年もほったらかしに。確かに。青年はご存じないやもしれぬ。しかしこの世界には法律という魔術に支配されている。法律、聞いたことあります。魔術かどうかは知りませんけど、むしろそれを餌に食ってますけどね。それを仕事にしてますけど。アルマジキ天才の奇跡、その上演は実現不可能だった。この7年間ある法律が邪魔をしていたのですよ。こうなんか著作権的な話になってくるのかな。7年、なんか引っかかる数字だな。プロローグで言ってたか、なんか7年の話、なんか7年がうんぬかんの言ってたよね。あの、どういうことですか。そう、こうちょっと読めないというやつですよ。ミニピジョン総貢献かな。読んで、これなんて読むの。見抜き読める。あの、読め、見抜き、ひらがなで。いつもひらがなで言うじゃんか。こう、そ、こう、ちょっと調べていい。多分これずっと出るよな。興行権って読むみたいですね。脚本、楽譜、映画などの上演、演奏、上演を含まれる独占的な権利、著作権の中に含まれるって書いてますね。ああ、やっぱその大魔術にもそういうものが必要になってくるんですね。天才の魔術を伝えているのは極めて独創的なトリック。それは彼の財産として法律で守られているのです。知的財産、あ、驚きくんだね。知的財産ってやつですね。才を、天才はそれを遺産として相続させたのです。ある人物、まさかその人物って。でも多分バランがやれなかったってことはバランじゃないってことだよね。そうなのです、見抜き以上。それがあなたの父上、アルマジキザックだったのです。あ、見抜きパパにそれが言ってたんだ。パパ、しかし見抜き以上もご存知の通り、あなたの父上はその7年前この世界から姿を消してしまった。どうやら話が見えてきたな。ある人物が行方不明になって一定の期間が過ぎた場合、その人物は死亡したことになる。そういうことですね。なるほど、その通り。よくご存知だ、半袖の人よ。腕まくりです。その期間、それがすなわち7年なのですよ。でもどうなんだろう。それを待っ
って7年経ってやっとできるってバランは思ってんだよね。でもどうなんだろう、それザックどっちかっていうと見抜きに渡したいけどな、そのなんていうの、工業権っていうものは。あ、つまり見抜き上言いにくいことではあるが、今年の春4月あなたの父上は法律的に死亡したことになるのです。そしてあなたの父上の正式な遺言状が残されていない以上、師匠天才の秘術はこのバランに相続されることになるのです。それが師匠の意思として書類が残されているので。そうなんですか、驚きさん。そうだね、いわゆる失踪宣告というやつだ。死んだことになるのか、パパ。なんかかわいそうだな、見抜きが。多分そのお父さんを待ってたんじゃないのかなって思うからさ。おい、この7000どうにかしろよ。7000ってなんか高くないかって思ってんだけど、正直。はあ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 、どれを消してみせろとそういう挑戦ですから、7000かかったって話してんだよ。よし、生かしてみなさい。違いますよ。魔術師って連中はみんな同じこと考えてるのかな。何ですか、その目は。すぐ消そうとするよね。魔術師から情報を引き出すのは難しいなと思ってね。ここ。あ、そういえばこれ、でもアルマジキ。これいいのかな、突きつけて。これなんですけど、それこそは我がアルマジキのシンボル。BGM 止まったぞ、浮かれポンチ BGM。 どうかしましたか、バランさん。何この楽、怪しくない？見抜き状、一体これはどこで。パパから。パパ、そうなそれあれです、ザックの。いえいえ、なるほど、龍一の方ですけど、なぜこのようなものを見抜き状のパパ上が。パパ上この封筒の裏面のサインご存知なかったかな。これなんて書いてるんですか、読めなかったんですけど。これはアルマジキザックのもの。パパのサイン。失礼して開けてもよろしいか。でも開けんなって言われました。あ、失礼ですけどそれはダメです。一体何入ってるんだこれ。あとでさ、アカネに言ったとこや、中身見たいって言ってみる。なんか怪しくなってきたな。例えばなんか歯磨き着てるって言ってたよね。歯磨き、特にこれは翔太郎歯磨き。記者さんだけあってなかなか凝った名刺ですよね。そうだね、これはカメラのファインダーかな。あ、なるほどね。なかなかいないと思うけどな、こう記者とかそういう類のもんがこんな凝った名刺作るのって。記者の人って写真も撮るんですか。自分一人しかいなかったからやるんじゃないかな。驚きさんも検事と弁護士両方できたら楽ですよね。ちょっと自分の首絞めてるけどな、それ。そこまでやるならいっそステージロックも歌うよな。ガリュー検事のようにな。でこの歯磨き来てないですか。そうそう、こちらに記者さんが来たそうですね。取材とか。バランの賞は全宇宙にて注目の的中の的。世界から記者団がちらほら訪れるゆえ誰が誰やら。歯磨きさんっていう人なんですけど。歯磨き思い出している。頑張って思い出して。思い出したみたいですね。ものすごく不機嫌そうな顔になったけどな。うざいんちゃん歯磨き。ニカッと洗うときついミントの匂いのする男でしたな。歯磨きだけに。見抜きたちその人のお話聞きたいんです。お話聞かせていただけますか。歯磨きについてね。こいつも結構今回大事っぽいもんな。その名刺の男なら先ほどこのバランの元へ現れたようだ。先ほど、じゃあいたの。バランの素晴らしき目は常に明日を見つめている。そういうのいらないです。バランのズバ抜けた足は常に前に踏み出される。そういうのいらないです。それだけのこと。わけわかんないこの人。それだけじゃ全然わからないんですけど。大魔術賞の取材。そういうことでこのバランは記者に会うことにしたのです。それなのにキャッツは
しきりにあの事件のことをキャッチ。あの事件、とにかくその記者君にはお帰り願いましたよ。絵描きも死など、アロマ時期時代に比べたら退屈なマック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 スマイルフリヌ。バランさん、その記者さんどこへ行ったか分かりませんか。記者氏には罪人たちのパーティー会場をお勧めしました。罪人たちのパーティー会場、あ、留置場そんな言い方するんですか。あそこパーティー会場だったね。失礼な男だった。その名刺よろしいかな。はい。失礼な名刺は粉々に破いてしまおう。あ、始まりましたよ、バランさんの大魔術は。神を元に戻す大魔術。あんまり言いたくないけど、ちっちゃいってもっと大掛かりなことやってほしいっていうか。破いた名刺が元に戻るわけか。規模の小さな大魔術だな。だよね、もうちょいちゃんとやれって思える。ワク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 。戻してバラ。あれ、大魔術始まるんじゃないですか。はっ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 は。バランにとっては戻らない方が逆に大魔術なのですよ。あ、逆に？どうやら相当気に入らなかったみたいな、そんな腹立つやつなんだ。だってそろそろバランはショーの準備に戻らねばならぬ時間。よろしいかな、見抜き嬢。ありがとう、バランさん。それでは3日後、奇跡に立ち会う準備を。この記者一体何を探っていたんだろう。なんか事件のこと聞いてきたって言ったよね。なんでそれをバランに聞くの。それにこの封筒、バランさん変だったよな。うん。龍一と、もう一度行ってみましょうか。パーティー会場、罪人たちのパーティー会場。行ってみるか。ん？なんで逮捕君いんの、こんなとこに。あいついらねえだろ。あれ、あの生き物は確か。この前の事件の時もあそこで風船配ってたね。まあ最悪、前の事件はわかんないよ。まあ警察関係者がいるって言ってたし、逮捕君をなんかキャラ扱いしてたしね。もうかわいそうです、生き物って言わない。あ、ごめん、ひどいこと言ったかな。ああいう着ぐるみの中は、温度が逃げなくて大変なんですよ。見抜きそっちの方がダメかも。中に入ってる人は、己の圧とむせ返る体重にあやぎながら、気絶する一歩手前で、子供たちに風船を配ってるんです。見抜き言っちゃダメなこと全部言ってる。みぬきちゃんの方はよっぽどひどいこと言ってるぞ。悪いやつだ、本当に。じゃあ、パーティー会場向かうか。一回事務所行って、その、まだいたんすか？どっか行ってもらっていいっすよ。もうやることやったんでしょ？じゃあ、罪人たちのパーティー会場へ向かおう。同日某時刻、留置場面会室。だから、それはつまり、こういうことでしょ。これ、歯磨きか。俺たちは金のためにやっているんだっていう。いやいや、全然違いますから。え、監修？あれ？誰か面会してるみたいだね。あの記者さんかな？ほまた濃いの出てきたな。やめてほしいな。こんな濃いキャラ出てくんの。でもこういう人いるよな。なんかおもろいキャラなんだけど、こういう人いるいるってなっちゃうわ。おや、何ですか、あなたたちは。あ、すみません、面会にお邪魔しちゃって。俺、弁護士の驚き大介。落ち着かない人だな。なんかひょこ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 してんな、本当に。東京03の人に似てるな。あなたがあの驚きさんですか。知ってるんですか、俺のことを。もちろんです、あれですよね。法廷で少年をにらみつけ、無理やり自白させるっていう。違います、違います。なんか書かれてる。え、やめて。いや、うんうんじゃなくて。やめて、うんうんじゃやめて、やめて、やめて。もうあの、嫌い、こいつ。あの、もしかしておじさん、記者さんですか？あなた、あの、みぬきさんじゃないですか？え、みぬきそんなに有名なんですか？もちろんですよ、あれでしょう。カバンを持つのが大の嫌いで、身の回りもろもろみんなパンツにねじ込んでるっていう、パンツ少女。いや、全然違いますから、それ。うんうんってやめな。まあまあ、ちょっと待っててくださいね。今、インタビュー済ませちゃいますから。インタビュー？インタビュー？それで監修さん、つまりあなた方あれでしょう。俺たちが日々見張ってるのは己の欲望そのものっていう。またいらんこと書いてみた。いやいや、だから全然違いますから、して、その、
残念ながら本館仕事がありますので失礼。あの看守さんにインタビューしに来たんですか。いや恥ずかしい、面会の情報員が話してくれなくて血がなり腕が騒いだっていう。こうやって根も葉もないことが記事にされていくのかな。全部そんなことねえのにっていう話ばっかだったけど、お前絶対そんなん本にすんなよ。まあ引くよな。やっぱりただでさ驚きホースケと波の木に引いてたのに歯磨き来たら引くよな多分。もし遅れました、私歯磨き翔太郎と申します。だろうな、ケチなニュースやってやつですわ。目をつぶってかけって言う。確かに笑うときついミンズの匂いするな。歯磨きめっちゃしてんのか。私のインタビュー、それはスリリングだという評判なんですね。悲鳴と怒号の渦巻く修羅場のスクランブル交差点っていう。そうみたいですね。なんか書かれてるぞ。腹立ってきたなこいつ。とりあえず話聞いてみるか。うんっていうのやめな。こいつを話すの疲れるんですけど、歯磨き師のこと。あの歯磨きさんってジャーナリストなんですよね。あ、私いいですか。私なんですけども、はあ、私インタビューする側は分かりますでしょうかね。不法であって聞かれる方ではないっていう。いやまあそうなんですけど。それは分かりますけど、例えばそう、作る側である映画監督が映画を見ると思いますか。え、見るんじゃないですか。それに関して見るでしょう。うん、見ると思いますけど。そう、つまりそういうことなんですよ。やれやれ。こいつうぜえ。シンプル暴言出るけど、うぜえこいつ。事件当夜、でもこいついたもんね。事件のあった夜、登録スタジオにいたんですよね。あ、私いいですか。ちょっとそれなんですけども。はあ。私こう見えて忙しいんですよ。いわば事件を旅人なわけです。片道切符の人生はお釣りのない人生っていう。それはわかりますけど、ちょっと何をおっしゃってるんですか、ずっと。片道切符ってね、いつも手元に残らないんだな。改札に出しちゃうから。まあ、そうですね。手元に残らないのは片道に限りませんけど、まあ、切符はね、渡しちゃえよ。そう、結局同じことなんですよ。どういうこと？何と何が同じなんだろう。わかんないよね。え、ちょっと待って、本当にこいつ混乱する、マジでやめてほしい。やれやれ。こいつ証人で来るんでしょ、明日の法廷。やだ、取材について。エセドゴロクさん、これまで取材受けたことがなかったんですね。なんでわざわざお前の取材に受けたの？あ、はい、それ私いいですか、ちょっと。なんですか。きっと取材に応じさせたニュースソースは何かという話になると思うんですよね。はあ。例えば、そう、とんかつ屋さんでソースが絶品だったとしましょうか。親父さんが秘伝のソースの作り方を教えると思いますか。教えないですね。その辺で売ってると思うけどな。秘伝なんでしょ。そう、つまりそういうことなんですよ。今のは分かりやすかったかな。うん、まあそう簡単には教えないぞってことか。とにかくお話できることはありませんね。ガラス越しに目と耳ありっていう。仕方ないな。行こっか。そうだな。じゃあ一つだけ。気まぐれにちょっとしたニュースを聞かせてあげましょうか。ほう。あ、聞きたい聞きたい。ちょっとした気まぐれに。あれはある日、片道旅行先で映画見てソースのうまいとんかつ屋さんに入った時、全部折り混ぜてきたのお前。ここで見たスポーツ新聞に書いてあったのですが、ある画商のギャラリーから有名な油絵が盗まれたそうです。油絵か、画商、どぶろくってこと。まあ、よくある話ですがね。しかしたまたまその絵、私どこかで見たような気がするんですよ。ドブロクが盗んだってことか。大きな桃が流れてくる。そんな絵だったんですが。いやもうクンクンしてる。ね、今の何あの顔。もう一回やってみよう、まあ、歯磨き。鼻クンクンしたろ。盗まれた油絵。生の焼ける匂いよりスクープの燃える匂いっていう。早くいらんこと言ったな。え、
他なんかあるか。でも多分これだよね。桃が流れてるっていうのは。はい、それは私いいですか、ちょっと。何ですか。あなた方が言いたいことは分かっています。それをネタに気の利いたコラムを書いてくれっていう。違いますよ。いや、全然違います。気の利いたコラムは書きます。でも飯の種ですからね。足からずっと。聞いてないね、この人。なんか書いて全部記事にされるんだろうな。あ、でもコーヒーを飲んでたってことでいいのかな。あ、はい、それ私いいですか、ちょっと。何ですか。あなた方言いたいこと分かった。それをネタに気の利いたコラム言ってねえから。同日某時刻、ドブロクスタジオ。いや、ちょっと歯磨き本当にうざかったんで、一回も遠ざけようかなと思います。あ、どうだった？なんかわかった？そうですね。一つだけ確認したいことがあります。何よ、怖い顔して。どうやら、あかねさん何か知ってるみたいだな。もう確かに、絵の話をした時にちゃんとした理由がないと教えてあげないって言われたから、歯磨きがその絵のことについて言ってたもんね。盗まれた絵なんじゃないかって。そのことを聞いてみてもいいかもしんないな。だからこっちのもう一つの絵の方、この絵、そこの棚の裏から出てきたやつですけど、うん、それがどうかしたかな。盗まれたものらしいですね。やっぱりバレちゃったか。知ってたんだ。できればお話聞かせていただけますか。そうね、あなたの考えている通りよ。エセドブロクさんは贋作師だったみたい。なるほど、だから全部作風が違うのか。贋作、うん、まあ偽物っていうか似たようなものを作るコピー品ってことよな。あの、何ですか贋作師って。贋作というのは簡単に言うと偽物のことね。偽物、コピーみたいなものかな。精密に本物とそっくりの偽物を作ることなの。だから製図用の機械とかもあったんだ。え、それなら本当にコピーを取った方が楽なのに。贋作の問題はね、それを本物として売ろうとするとことなんだ。立派な犯罪なんだよね。当然だけど。まあそうだよな。じゃあドブロクさんは。そう、残念だけど、お金をもらって精巧な贋作を作る仕事もしていたみたい。イラストを描く傍らで。そうだったんですか。でもすごいね、油絵でこんなに同じに描けるもんなんだ。実はね、これもそのために持ってきていたんだけど。どういうことですか。ある絵が贋作かどうか判断する場合、キャンバスの下に描かれた木炭の下絵が手がかりになる。あ、下書きですね。見抜きも描きますよ。下書きがいらないってこと。下書きをしなくちゃ絵は描けませんからね。ただ、贋作だとそうとも限らない。最初から完成形は分かってるわけだし。そんなものなんですか。だからキャンバスの下を調べてみようと思って、これを持ってきたわけ。あ、それも分かるんだ。そういうことだったのか。まあ、油絵は上から塗り足して塗り足していくもんだから、下にあるもんはわかんのか。ま、調べるまでもなかったんだけどね。3枚のうち1枚は贋作の描きかけだったから。うん。でも見抜きとしてはちょっと見てみたいな。まあね、どうせだったらね。ドブロクさんの下絵。そうだな、なんとかならないかな。とりあえず褒めてみたらどうですか。まだ褒める？女の人褒められて嫌な気はしないっていうし。そうだな、あかねさんに頼んでみるか。あかねさん、ちょっとこれ調べたいなって思うんですけど、あのこの絵の下絵見てみたいんですけど、あかねさんのメカでなんとかならないかなーなんて。しょうがないな、今回だけだよ。激チョロ。じゃ早速調べましょうか。うん、あ、でも1枚ずつ行くじゃん。全部調べれるってことだよね。すごいね、油絵の下まで見れるんですね。じゃあちょっとくるくる回しながらやっていくか。あ、逆ですね、こっち側か。チリリ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 リ。あ、出た出た。
ってアイアイタイムね。でも死体はでも関係ないっていうことなんだよね。でもわざわざ調べるってことは死体になんか手がかりが残ってたりするのかな。いやまあコピー品だったらそれこそ死体はまあある程度のね、この辺に何があるっていうのは大事かもしんないけど、これ何？トランプ？これ、じゃあプリントアウトするわね。え？しかもあれだよね、ポーカーだよねこれ。しかもイカサマしてるよな、映画2枚あるってこと。なんだよこれ。何よ、書いてある絵と全然違うじゃない、死体。ちょっと前まではこんな目かなかったからね、適当な死体を描いたんじゃないかな、ドブロクさんも。どういうことですか？え？昔はね、キャンバスの断面の成分だけを調べたんだって。成分？絵の具とキャンバスの間に木炭の痕跡があるかどうか、つまり死体があるかどうか、それだけを調べたの。ていうかそれしか調べようがなかったってことかな。あー、じゃあつまり死体に何を描こうが関係なかったんですね。実際プロでも一度描いた死体を絵の具で塗りつぶして、もう一度上から絵を描く人もいるみたいだしね。ドブロクさんも自分の好きな死体をこっそり描いていたんですね。多分ね。それがどうかしたの？どうかしたも何も、こいつは。どうかしたんですか、驚きさん。黙り込んじゃって。いや、まだ明確ではないけど。もう一枚調べてみていいですか？いいけど、あんたも好きだね、こういうの。いや、好きだねっていうか、見覚えがあるっていうかね。ポーカーってイカ様ってなると、いろいろ変わってくるからさ。そう、でも今2枚目に何が映ってるからな。いやでもこれ見せ、怖くなってきたな、これするの。いや、驚きくんも今同じ気持ちだと思うけど、心臓バクバクしてんだろうね。なんか、そんなことないよなと思いながら、やってると思うんだけど。これに何が出てくるか。これ。え？屋台か、あれ。1枚目が、そうだね、ラーメンって書いてるな。ラーメンの器もあるしな。じゃあ、プリントアウトするわね。これ。で、屋台引いてる人が、骸骨かなんかだもんね。で、その目の前に足跡みたいなのもあるもんな。こいつもか。どうしたの、驚きさん。さっきから深刻な顔して。ってことは、3枚目は、前の事件になるんじゃないか。いっそ全部調べていいですか？別に構わないけど、すっかり気に入ったみたいだね。気に入ったっていうかね、気に入ったっていうかっていう感じなんですけど、この絵に、前の事件の逆転のセレナードの描写がちょっとでもあると、もう確定でいいと思うんだよね。それこそ1枚目が第1話でやった我流先生との話だったもんね。ポーカーの事件だったでしょう。なるほどくんが巻き込まれた。で、その次がラーメン屋の屋台が盗まれた事件が書かれてたじゃん。これ。ギターが燃えてんのか、このシーンは。そうだよね。高いステージの上でギターだよな、あれ。じゃあプリントアウトするわね。燃えてんのか。
これはどういうことなんだ。どうしたの、さっきから一人で興奮して。わかんねえの。変な光線でも漏れてるんじゃないですか、この中。みぬきちゃん、三枚の絵をよく見てくれよ。気がつかないか。ポーカーと、ラーメン屋の屋台と、ギターの炎上か。あ、これって、どうしたのよ、二人とも。真っ青よ。これ、この、俺が使った三つの事件じゃないですか。え？そうだね。驚きくんの初めての法廷から今までのやつだもんね。レストラン、ボルハチで起こった、ポーカールームの殺人事件。ラーメン屋の屋台を引いたまま死んでいた男の事件。そして、アリューウェーブのライブ中に起こったあの事件。どういうことなの？どうしてよりによってそんなものが書かれてるの？俺の方が聞きたいですよ。もしかして、エセ・ドブロクさん。お父さん？あなたの。なわけ！嘘、あれパパだったの？そんなわけないでしょ。どういうこと？エッセントブロック、そんな人聞いたこともないし、もちろん写真に見覚えだってない。それなのに俺の扱った事件をキャンバスに描いていた。それも三件とも全部だ。偶然なんてわけないよな。一体何者なんだ、エセドブロクって。これで続くのか。でも何も証拠生まれてないよ。ドブロクが怪しいっていう情報しかないんだけど今のところ。じゃあ次が、まあ、法廷パートになるんですよね。しかも証人歯磨きでしょ。しかも法廷1日目前半改定ってめちゃ長いやつやん、法廷。